錦織圭選手が世界の舞台で大活躍です。しかし彼の試合がテレビ放送されることは少なくとも地上波ではめったに見ることはないはずだ。ではどうしてテニスの試合は地上波で放送されないの？という単純な疑問に答えてみることにした。そこにはテニスという競技の持つ宿命があったのだった。まず代表的なテニスの四大大会とは、全豪オープン、全仏オープン、全英オープン、ウィンブルドン、全米オープン。四大大会を総じてグランドスラムという。四大大会を1年間で全て優勝することを年間グランドスラムという。しかし全豪オープンテニス、全仏オープンテニス、全米オープンテニスをテレビで見ようとした場合、選択肢は有料放送しか見る方法がないのだ。ウィンブルドンは唯一と言ってよい地上波での放送でも楽しめます。地上波で放送しているのは NHK です。 NHK では総合テレビでだいたい深夜の24時台から4時15分くらいにかけて放送されます。男女決勝については22時台から放送されます。男女決勝は生放送されるのですが、それ以外の日の試合は基本的に録画放送です。グランドスラムの男子シングルスは5セットマッチ方式、3セットを先に取った方が勝ちか採用されている。4ポイント先取で1ゲーム、それを6ゲーム奪ってようやく1セット。1セットに要する平均時間が30から40分、長いと1時間もかかるため、延々と試合が続くことになる。そのため錦織圭の試合は長すぎるとの話題も。四大トーナメントともなると実力が拮抗した選手同士が激しいラリーの応酬を繰り広げるため、試合時間は長くなりがちである。実は錦織選手はアメリカのメディアからマラソンマンと呼ばれているそうです。錦織もラオニッチ戦でフルセットまでもつれ込む接戦を制したため、終わってみれば時間は午前2時26分、試合時間は4時間19分にも及び、今大会最長タイの記録を作ってしまった。中1日置いて臨んだワウリンカ戦でも4時間15分と粘り勝ちの展開。そう、地上波での放送されない理由はテニスの試合形式だったのです。しかもテニスの試合は終了時間が予想しづらいのです。過去を振り返れば、2010年に行われたウィンブルドン選手権の男子シングルス1回戦、ジョン・イスナー VS ニコラ・マユでは日没中断を挟んで3日にわたり計11時間5分とテニス史上最長試合となり語り継がれている。まあかなりヤバいゲーム数になっていますね。試合時間を短縮するためにルール変更を求める意見もあるが、ルール変更は容易ではないのが現状。地上波での放送だとテニス中継でかなりの枠が取られ、放送終了時間も不明なことになるのだ。まあこのような理由からテニス放送が少ないと言えるのだ。錦織圭選手の活躍を機にしてテニスの放送頻度が増えるといいですね。世界の舞台で感動を与えてくれる錦織選手にこれからもエールを送りましょう。